Martial Arts Resume。1996年8月1日 FMW にとって、いや全インディーズにとって、運命を決めるビッグマッチが伝説の地汐留で行われた。この日は川崎球場で翼をもがれ失踪していたハヤブサが久々にファンの前に姿を現した。復帰戦となるこの日、川崎での悪夢から心神喪失の状態に陥り欠場を続けていたハヤブサの前に立ち塞がったのは、家族であるはずの選手会長中川浩二であった。ハヤブサの行動に納得がいかない中川だったが、戦うことでハヤブサへの不信感を振り払い、改めて家族の絆を取り戻していった。一方、ハヤブサの留守を預かり FMW を引っ張ってきた田中将人は、インディーズの象徴ともいえるインディペンデントワールド世界ヘビー級タイトルの座をかけてウィング金村と激突した。このベルトは大仁田さんがインディーを守れという意味で俺たちに授けてくれました。あの人はインディーという領域を超えてました。俺たち6人はこのベルトを持って、そのインディーの過去を誰も踏み入れなかった大仁田氏の領域に一歩足を踏み入れようと思ってます。俺は大仁田氏を超えてみせます。ここに集まったのはインディーのファンか、田中を信じろ、 FMW を信じろ、俺を穂坂を非道ウィングを信じろ。ウィングも FMW も絶対に裏切らへん。胸を張ってメジャーの団体行ってこい、見に行ってこい。これだけは分かったか。そしてこの日のメインイベントのリングに FMW を代表して上がったのは、なんとこれまで悪行の数々を働いていたミスター・ポンゴであった。 FMW の一員として認められようと今までにないお特技を見せたポンゴであったが、テリーの老快なファイトと地獄のような電流爆破の中に沈んでいった。エースの復帰、スーパーインディペンデント宣言、ポーゴの加入など、さまざまな出来事が起こった汐留大会。どん底から立ち上がり、新たなる歴史を築くため、FMW が今動き出した。FMW の新たなるステップはここ後楽園ホールから始まった。いつも FMW ビデオをご覧になっているファンの皆さん、こんにちは。前回について今回もまたパーソナリティを務めさせてもらいます FMW の伊藤です。今回のゲストはもうこの人しかいないでしょう。 FMW 選手会長の中川浩二さんです。中川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回なぜゲストに中川選手を迎えたかというと、まあ、今まであまり自己主張がなかった中川選手ですが、ハヤブサとの一連の流れの中でなぜこうまで自己主張をしてきたかということをファンも一番聞きたいと思います。その辺を今日はいろいろ聞いてみたいと思いますけども、前回汐留でですね、まあ、一連のものの流れの中でハヤブサ選手と、まあ、一騎打ちをしたわけで、まあ、納得がいかない部分が中川選手にあったと思うんですけども、これまあ再生を要求したということで、まあ、今回は迎えるわけなんですけども、まあ、その辺の一節をちょっと簡単にしたいんですけれども、うん、そうですね、やっぱり川崎以降、花井さんがやっぱりやりことを取ってきたんですね、はい、やっぱり立場的にも、そうはいかないだろうっていうのと、やっぱり負けたからどうのこうのっていうよりはやっぱりリングで出すべきだと思うんでね、まあ、中川選手にとって、まあ、ハヤブサっていうのは、まあ、限りなく同期に近い存在であってですね、まあ、いつも、一緒にですね、練習を共にしてですね、僕が印象に残っている試合っていうのはもう3年ぐらい前になりますかね、当時インディージュニアの今までの1回目では決めた時にですね、トーナメントをですね、1回戦で使って、まあ、ちょっと卓球しながら中川選手がミニサイズでフォローしたっていう試合がすごく印象に残ってるんですけども、まあ、必ずビッグマッチをね、FMW の第1試合のハヤブサ対中川っていうのがあったんですけども、まあ、スバージュリアの対戦なんですけども、
その辺をいろいろ知ってるからこそ今回中川選手がこういった行動に出たんじゃないかなと思うのもあるんですけども、そうですね、あの時とやっぱり、まあね、やっぱエースっていう絶対的な立場に違うんでね、去年は多分苦しんでるのが分かるんですけど、さっき言ったのベルトの時のトーナメント以来の対決というか、あの試合だったのは試合止めだったので、やっぱりあのその時のやっぱり、ね、試合の関係にもなってですね、その時の動きとやっぱり今の早草っていうのが違いましたからね、こうやって早草はね、ちゃんと FM ラグビーの任務に、帰ってきたということで、そうですね、やっぱり2回戦ってみてやっぱりもう、納得いくっていうのもあるんですけど、結果も出たので、一緒にやっているかなって思ってますからね。ミスターポール、田中、黒田組対このウィング3人で行われる優勝戦で進まったわけですけども、ポールさんが汐留でですね、ああいう感じで重傷を負ってしまって、欠場をしたわけですけども、このポールさんの空いたところにですね、南條選手はですね、俺を入れてくれということで、このカードを実現したんですけども、なぜ南條隼人選手がこのような優勝戦で進まっている中に入っていって直訴したのかというのをちょっと聞いてみたかったんですけども、今まで僕は高く何回シングルで高く何度やっても相手に勝てなくて、それ今まで自分は相手を追い込むことばっかり考えてたんですけど、そうじゃなくて自分自身を追い込んで自分自身を上げていかなきゃいけないっていうのがやっと分かって、それにはどうしたらいいかって考えた時に、自分はリステスミデスマッチっていう自分を上げていくのがこんないい材料がこんな身近にあったっていうことがあって、それを田中兄弟に頼んでやってもらってます。ちょっとしたですね、中川選手の話からですね、聞いたことがあるんですけども、南條選手は高選手のベルトに挑戦して失敗して汐留で紙切りマッチで負けてペロンになって、もう今だからチャンスがないなっていうのがあったんですけども、それだったらもうやるし、もう前を向いてやるしかないなっていうような話をね、中川選手から話で聞いたんですけども、そういう戦いが、南條選手をユースケさんの中に入れたという感じで考えてよろしいですか。そうですね、昔だったら、
怖くて入れなかったよ、ね、中に。まあ実際にこのやってみて有刺鉄線実際どうですか、外から見るのと中から見るのが全然違うと思うんですけども、同じプロレスなんですけど、はい、やっぱり全然違うものっていうか、特にこう相手だけじゃなくて組んでる感覚は全員僕以外全員振り込むんで、はい、僕ができることってやっぱり飛ぶことしかできないんで、はい、実際のいつもね南條選手ロープを使ってね攻撃を得意としてるわけですけども、これ一番得意としてるロープが今回ないわけではした、こういう有刺鉄線というものになって、それでもいかに自分を出せるかっていうのがね、まあ、一つの注目の枠だったわけですけども、ね、その不動がね、うまいことなんか上手に持ち込んできたんで使ってやろうと楽しみだなって思うんですね。南條選手以外の6人はですね、スーパーインディペンデント、これ中川選手が入るんですけど、スーパーインディペンデントですけど、やっていくってことですね、やってるメンバーの中にですね、南條選手入ったわけですけど、決勝に行った意味でも、まあ、南條選手が入ったことで、試合のランクを落とさないなっていうのが、すごくあったらしいですね。そうですね、個人の気持ちでは高いことがありましたけど、でも、FMW って最初のこと考えたら、試合を落とすことはできないので、はい、あれボロボロになったのでどうしても落ちたかったですし、特に今やったムーンサルトなんて中川選手あれですよね、そんな高さからムーンサルトをした選手なんていないですよね。そうですね、この高さのテンポがやっぱりいいというか、その辺やっぱ恐怖を超えたものが何かこの中で生まれたんですかね。そうですね、恐怖心は本当になかったんですけど、はい、やっぱりこの高さやっぱり膝一発で壊しましたし、はいはい、自分の体をかじってもどうしても高さやるためには実績をつかないといけない、勝たないといけないっていうのが南條選手の今日のこの試合の規約に生まれてるわけですね。フリートの体もどうですか。いやもう覚えてないです、この辺は全然もう本能を守る戦っているという感じですかね。非常に見て、はい、お客さんの声が聞こえましたね。はい、でも、この時点でも、頭の中にも、中の気持ち、多いとは思うんですけど、はい、絶対に、それしか多分頭になかったと思います。はい、だから、この試合をね、後方の方で見ていたらしいんですけどね、何度もなかなかやるじゃねえかって、悪いなと、口調で言ってましたけど、そうですか。どうしても、勝たなきゃいけない相手ですかね。そうですね。すばらしいのかけてたのかもしれません。まああともう一人ね、この中川選手のジュニアの相手として潰さないといけないなという、もちろん身内なんですけどね、そのライバル意識っていうのありますかね。逆に今回中川選手が入ってなかったことで、まあ、高だけにとどまらず中川個人に見せつけてやりたいっていうのは本心じゃないですかね。そうですね、仲間意識ばっかりではダメだと思うんで、はい、ライブ意識は中川さんには持てるように、はい、もっともっと自分で上げていかないとダメですよね。はい、中川教授の面にもう一度ジュニアに、最終的にジュニアの正体を出すのが FMW のジュニアの正体を出すのがこれだっていうような、そうですね、中川さんと本当に僕が何とかして高いに勝って、はい、白いベルトを取って、はい、インディペンデントのジュニアの頂点を決めるっていうぐらいのシチュエーションで、はい、長谷川とやりたいです、はい、これも大事に入ってましたね。よく返しますね、中谷さん。これやっぱり一人こういうふうに、こうして飛んでくれる人が入るとやっぱり自分がいつもやってるのと、うん、違った試合展開になって見てて面白いですね。最後にね、すごい直線を見てみようと思います。人生すべてをかけて必ずタガを倒します。
IWA プエルトリコとお互い1000万円をかけて賞金マッチを戦った FMW。 しかし前線むなしく敗れ去ってしまった。なけなしの1000万円を失った FMW に対しウイング金村が噛みついた。こういうふうにウイングを作っても所詮 FMW の中ではやりたいことはできない。何が名古屋にシャンかけるやこの野郎が。本当にな FMW をな守りたいったらやることあるやろが。ハヤブサが帰ってきてミスターポーを仲間に入れてハンターズレザーからベルトを取ってあいつら喜んどる場合じゃないんだよ。やり忘れとることがあるでしょ。 IWA に持っていかれたお金を。俺たちは IWA とは試合やってない。でも IWA が好き勝手なことをして許せへんからこうやってウィングを作ってやったんだよ。あいつらね、あのお金がね自分たちが作った金じゃないから。大仁田敦が作ったお金やから悔しくないからそうするのかと。シャンかけるんやったら本当にあかんだ時は潰れるような覚悟せなあかん。この前の旗揚げ戦で貯めたお金500万、次の名古屋でこれは俺たちが決定します。俺たちは500万出せる金はこれしかないから、500万をかけて電流爆破名古屋9月1日、俺たち対正規軍でやります。1000万円調達ロープ入手です。電流爆破インディペンデントダブルクスーパーインディペンデントを目指す6人に電流地雷爆破バリケードダブルヘル6人タッグを確立したんですけども、まあ先ほど金村選手のですね、まあ、コメントを聞いてもらったら分かる通りに、まあ、1000万円がかかられています。両軍団の500万ずつ出し合ったということなんですけども、まあ、ウィングの500万というのは先ほどのコメント聞いてもらえれば分かると思うんですけども、今回この FMW の500万を出さないとあたってですね、ミスターポール選手が、まあ、自分のコスチューム等をいろいろ言ってですね、金額的にヘルプしてくれたわけですけども、まあ中川選手としてそういうポールさんの気持ちっていうのを信じて受け取ってるわけですね。うん、そうですね、やっぱり最初に、ね、自分らの控え室に候補さんが来た時にやっぱみんな半信半疑でお互いの目を見つけて思うんですけどね、はい、やっぱりその後も自分らと組んだり、はい、試合止めの結果でね、はい、まあ、残念だったですけども、はい、やっぱり、ね、FMW のために戦ってくれて、まあ、今回こういうふうに、ね、資金の方もなんか組みしてくれたっていうのはやっぱり、もうそれに応えるためには、うん、試合で結果を出さないといけないんでしょうかね。そうですね。ただこの電流爆破なんですけども、ウイング側からの要求があったわけですよね。うん、そうですね、やっぱり、うん、まあ、この FMW、まあ、大西さんがこの編み出したこの電流爆破での逆にそのウイングの方がね要求されたっていうことで何クソっていう気持ちってのがありましたかね。うん、やっぱりそのなんですかね、この中でデスマッチっていうのを電流爆破とか体験したのは田中と小坂だけなんですよね、はい、あとの4人っていうのはね、他のいろいろなガラスとかもやってますけど、はい、こういうの電流を始めたのでそれの覚悟も向こうもいると思うんですよ、はい、うん、それで向こうから、うん、決定という形で持ってきたので、はい、見てて立つことになって、はい、実際どうでした初めて会った電流爆破というのは。やっぱり最初怖いですよね。試合前は緊張するのが毎回そうですけど、はい、やっぱりこういう経験ないデスマッチは今まで見せたものを、はい、中に入るっていうのは本当怖かったですよね。まあでも売られた喧嘩は買うしかないなという、うん、そう、うん、まあそこまでやられたらやっぱり、ね、やらないと思いました。6人っていうね人数が逆により一層恐怖心を見ている方は覚えていると思うんですけども、何しろスペースがないわけですからね。うん、そうですね、やっぱり、ね、ストリートと違って表は使えないわけですし、はい、ロープも使えないですね、はい、この限られた中でやるっていうのは必要なんですかね。これで中川選手当たりましたね。南條選手どうでしたかね。すごいですね、先ほどの姿を見てても威力がすごくて怖かったですからね。正直これは電流爆破の
その後の時代の2人が一瞬汐留の本ボタンの悪夢が見ている方としては思いますね。でも全員それは同じこと考えると思います。この時点で2対3というかなり形成的な気分になったわけですけど、もうこの時は意識っていうのは、そうですね、一発目にも電流に当たった時にもうほとんどっていうかもう方向はないんです、実際あれですよね、試合自体見るのは今日始まったと思うんですけど、このあとどういう行動が行われたかっていうのは基本的に分からないわけですよね、今こういった速さが声をかけているんですけども、全く聞こえないような状態、想像以上の声が出てくる。何の選手か見てるの、ニュースケースとリングバッグとの威力だけで本当にもう大田さんのところから本当に見てても本当に怖かったですよ。お客さんにも伝わってると思うんで、入ってみなければわからないと思いますけど、やっぱり怖いですよね。かなり中で笑顔の攻撃が繰り広げられていますけど、ただしそのリングの中でも彼らがやろうとしていることは、狂気ないし、それに頼るだけではなくてですね、レスリングをしっかりと押すだけだってことを強調しているわけですけれども、その辺はやっぱ中川選手ももちろん同じ意見。そうですね、まあね、やっぱりデスマッチっていうとやっぱりなんか、色眼鏡で見られる部分があるんですけどね、やっぱりやっ基本的にやってることは一緒なんで、ただそれにいろんなバリエーションが加わってるだけであって、この時点で中川選手が被爆してもう3分、4分経ってるんですけども、ここにちょっと起き上がる気配はないわけですけど、どうして実際に自分のいない間にこうやって中を見てるね、この2人には苦労かけてますよね、こう見てると。中川選手から見たこのウィング3人っていうのはどうなんでしょうね。もちろんそのウィング自体がFM ラグから生まれて分裂してできたものじゃないですか、それがある意味で今このFM ラグの中のリングを支配してるっていう部分もあると思うんですけど、前にやっぱりやってたウィングとこのね、FMW のリングドっていうウィングとなんか違うような気はするんですよね、ちょうど中川選手が入ったのはウィングスが FM、ポーゴ選手をはじめビクター・キョウ選手が FMW を抜けた後に入ったわけです ね入れ違いのような形で入ったんで、実際にはトランドがいないんですね、その入った状況の中で感覚的に感じたもので、やはりこの FM ラグビーにミックスでできたウィングっていうような感情的なものがあったんですかね。どうなんですかね、そこまでね自分らとしてはないと思うんですよね。やっぱりこの田中にしろ黒田にしろ、一緒にやってて抜けたわけじゃないんで、結局自分らが、入ってきた後に逆に今度向こうが入ってきたっていうような感じの感覚だと思うので、先ほど言ったような違った感じのウィングに、新しいウィングということですね、彼らたちもその自負はあると思うんですけどね、やっぱり向こうでいろんなことをやってきたっていうのはあると思うので、ちょうど1年前に、ヤングオブインディペンデントリーグの6人になって男性が愛したわけですけど、それがもう今このようにやってるっていう、結局この6人自体がやっぱり FMW がね大きさだけではないっていう、やっぱ逆に実績を積み重ねてきたと思うんですよね、稲田選手。どうしても FMW イコール大きさっていうのはね、消えなかったわけですけども、でも実際にこうやってメインを張ってるのはこの6人なわけですからね。そうですね、本当FMW のイメージをいい意味でいろんな形で変えてくれたのがこの6人だと思いますし、FMW の速さだけじゃないっていうところを見せてくれたっていうのもありますし、
今ここで中川選手やっとこうやって動き出しましたね。そうですね、自分の中では気がついた時にまあね、どんなに立ってるこういうなってる状況もよく分かんなかったですからね、はいはい、薄れゆく意識の中でというような感じですね。そうですね、体がまず言うこと聞かないですね、はい、この辺のウィングの連携っていうのはどうですかね。連携に関してはやっぱ完成されてますよね、はい。田中のタフさっていうのが、うん、タッグを組んでて、うん、これ異常でしょ、田中のタフは、タフさっていうのは、うん、なんか異常ですもんね、本当に、うん、もっと生まれたものってやっぱ、もちろん練習して、うん、練習してこれだけ大きくなってますからね、はい、やっぱりね、あれだけ温泉行ったときからね、どん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 ステージの中で、どん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 当たってましたから、ね、うん、それでもやっぱりこうね、ずっとやってきてるっていうのは、どういうことなんでしょうね。これ落ちたときに、失礼かけた意識が、また再び、遠のいていくので、それでまた僕は疑惑しましたけどね。これも田中一人になりましたね。これが FMW スピリットというふうに最後のやっぱり試合は諦めちゃいけないかなりの数の技を打ってくれるわけですからね、ずっとくるんですよね、はい、ウィングとしてもう一気に戦いにかけてですね、やっぱ金村選手自身からしてみればやっぱ田中からホールを取った上で、うん、そうですよね、やっぱり、ね、決勝でやっぱり去年の、ね、はい、リーグの時に、はい、田中に優勝持ってかれてますからね、はい、目が引いても奪いたいですよね、はい、もちろん保坂選手からしてみても自分が取ってやろうかなっていうのは、ルーの3人は特にそういう意識があると思うんですよね、はいはい、まあ、彼たちは仲間っていう時もそれぞれライバル意識があって、やってる、はい、ちょっと FM ダメと違った意味でも、ここでリングに戻ってきましたね。そこの全員、はい、女子も含めて全員そうだと思うんですけど、はい、1対2になろうが、はい、3対1になろうが絶対に女王が勝つっていうのは、はい、そこに女子も含めて全員、はい、それは真実だと思うんだ。なるほど、ね、タイガーからこれ執念の一発でしたね。この辺の認識だ、うん、体がやっぱ勝手に動いてるような状態だよね。なんか今ビデオで見てこんなことやってたのかっていうような状況ですかね、うん、ただその分今やちょっと田中がね今までやられてる人で、あっ、うん、なんとかして勝とうっていうのがこの辺に見えますね。おお、これです、この一撃ですね、うん、これはでももうやるしかなかったと、行きましたね。これもう喋るよりもこれ見てもらいたいっていうの、最後はもう行くしかないですね。カメラっていう意識がないですね。これでアイドルブレイに取られたら1000万円に出てのステップを打ってもらっています。
ぱりいつもやってて、問題はありますよね。電流爆破の恐怖を身をもって体験した金村、その代償は計り知れないものとなってしまった。この試合で背中に大やけどを負った金村は、続くフラッシュオーバー96に全試合欠場を余儀なくされた。500万円と、ポーゴが武器をオークションにかけて作ってくれた500万円を合わせた1000万円をかけて、ニック機 IWA プエルトリコとの賞金マッチに挑む FMW。 お互いが1000万円ずつ出し合う中で、いよいよ FMW の復讐の舞台が整った。バトルボールなんですけど、ちょっと
違った状況が生まれてきてるわけですけども、実際戦ってみてどうですか。まあ、リーサルに言うと、テルトークにでもやっぱり、敵は敵で変わらないんで、はい、この辺のね、心境の変化っていうのは、そんな、どうやら選手自身しか水曜日はないわけですけどね。ただまた、一段と IWA を取り組む、強くなったなという感じでですね、大谷選手は同時にですね、グラジエーターやボーダーにもですね、プレートの敵を誘ってるわけですね、現時点で。彼らは彼らですね、テリー・ファルクとですね、会って話をしているというですね、どうなっているか分からないという状況があったんですけども、それを外から見ていて、精神的な部分で、第1位、FMW 側としては何かありましたね、そういうのは。でも、なんか、向こうのね、団体自体が、団体規模の分断が、リングの人がね、行動してますからね、どうなのかなと思ったんですけどね。この試合ケースとなると、やっぱし、これも FMW は、まあ、お家芸とかですね、何度も経験しているってことなんですけど、ヘッドハンターズが偉大ぐらい、運動神経がいいんですかね、平気で登って、打ってきたというのは、特に特力から飛べる選手ですからね、あまり高くない、運動神経がないような気がするんでしょうね。大谷さんのことは、まあ、置いとくとして、もともとこのウィンウィンとですね、IWA、ウィンウィンからして IWA に対するヘッドハンター、またスーパーレイヤーですね、この選手が当たっていろいろ聞きたいんですけども、初めて当たったのが札幌なんですよね、中川選手と田中が組んで、まあ、ハンターで、中松選手ですか、当たったんですけども、実際にその肌を合わせた感じのヘッドハンターですか、どうですか。やっぱりね、自分が、ね、体小さい分になってこれだけ大きい選手と当たるっていうのは、結構きついものになりますからね。まあ、実際には雑誌でしか見てなかったですね、このヘッドハンターは。実際にはね、会ったのは、これが初めて会ったのか、当たったのか、見たのっていうのが初めてですね。ここ一個、強烈ですかね。これだけのウェイトがあると、何が言われてもきついですし。よくウィンウィンの言い方はですね、まあ、彼らのそのヘッドハンターの何かのスーパーレイヤーとかやってってですね、シーンを深めていったというのがあるんですけども、彼らはそれをね、FMW が今までなかったことだということを言い張ってたんですけど、まあ、実際にこうやって戦いに当たって攻撃法ないし、こういう大きい選手に対する戦いを戦ったのも、もちろんブラジエーターとかね、このボーダーとかタイトルとかでやってきたわけですけども、ちょっと違ったような感じがありますかね。これだけ重いっていうのはいなかったんですよね。大きい選手っていうのは、もう一面の重いって言いましたけどね。これだけ、一人じゃないですからね。二人ともこれだけ大きさがあるっていうのは、だけど、まあ、武器になるっていうか。もう一人のスーパーレーザーなんですけども、まあ、どうしてもこの格好、キャラクター的な部分が先行される部分があるんですけども、実際このスーパーレーザーの出力っていうのは、なんか、まあ、こういう格好してるから、なんか変な風に見られますけども、まあ、実際には、何でもできますからね、器用なレスラーだと思いますけども、まあ、実際にダルビーバンドルーフに所属していたとかいういろいろな噂が流れてますけどね。WWE 普通の中川選手としては大型の正体に予想がついてるんじゃないですかね。南野選手も何回かレザーとは対戦したことあるんですよね。そうですね、相手にされなかった。いや、もうあまりにも体格差がありすぎて、本当に彼がやる本当にちっちゃいのが一つの僕に対してはフィニッシュロードを足りてるようなぐらいの体格差があるんで、本当にきつかったです、どうしても福田さんが言った今までのそのウィング系 IWA 選手のイメージっていうのは なんとなくもちろん聞いた話っていうのはここになるんですけどね、場外から単に流れ回ってるだけっていうのがあったんですけど、やっぱ彼がそのプロレスリングテクニックっていうのは本当に強めますよね。
難しいと思うんですよね。うん、でしょうね。やっぱりこう、
気を言わないでいけないと思う、自分が大事ですからね。今勝ったら中田選手ですね。頭が切れるっていうのもあるんですけど、やっぱり次から次へと、いつも攻撃だけでは終わらずに、すぐ次の攻撃に移っていって、でいろんなパターンの戦い方を知ってるわけですよね。ハンターズ。ハンターズ含めの前のブロックを取るとか、うん。僕らは、うん、攻撃って、やっぱり有利なんですけどね。はい、田中もエルボー乱れ打ちですね。この田中のアシストを置いて、早草がトラップを早草を取って、早草自身取りたかったんですよね。うん、やっぱり自分たちで生まれた感じですけどね。やっと今振り出しに戻ったばっかりです。これから俺は俺はまだ前を向いて進みます。返すのは
共感ですよ。俺たちのスタートは今日から、これからみんなには信頼を買うのは俺たちはこれからですよ。これから俺たちでみんなに何か迷惑かけた分、これから返していきましょう。1000万のことも、そしてそれ以外のことも、本当に僕らを支えてくれているフロントや、そしてファンの人たち裏切ることばっかりしてきました。今日だからここにこうやって1000万返ってきたけど、田中が言ったようにこれは本当にまだスタートだから、俺たちの FMW っていう5類のスタートだから、今日ので IWA の連中や他の連中に勝てたと思ってないし、だからこれから目の前にあるもの一つずつみんなで片付けて、前に片付けて前に進んでいきたいってそう思います。ありがとう。札幌で再スタートを夢見る彼らの前途に厳しい現実が襲いかかる。折しもここ札幌の空には今後の FMW の前途を暗示するかのごとく暗雲が立ち込み、嵐の予感を感じさせるほどの風が会場に吹き荒れていた。このインディージュニアの試合はゆっくりと中選手、南條選手に話してもらいましょうか。そうですね、まあ、言葉でですね、坊主にひっくり、下までにひっくりという言葉があるんですけれども、まあ、南條選手にとってで、高選手とはそういう感じですかね。まあ、ボムズは南條選手なんですよ。いや、でもまあ、憎いっていうか、憎しみは全然ないんですけど、その憎いの代わりに、とにかく勝ちたいっていうのがあるんで。まあ、さっきも言った通り、この試合はもう、セコンドつかないで、2階から見てたんですけど、リッキー・フジはいつもチャラがある部分っていうのが全くなくて、本当にシリアスな戦いだったっていうのが、でもやっぱりリッキー・ウジはただ打つのと組んではいますけど、やっぱり FMW の選手なんで、僕が前から言ってた FMW にこのインディージュニアのベルトを残したいっていう風に言ってたんで、でもやっぱりある部分ではリッキー・ウジに勝ってほしいっていうのはありましたし、でも倒したいのは最終的に高見忍を倒したいのは南條選手だ。さっき僕が言っても全然嫌われたかもしれないけど、やっぱり自分自身の顔を倒して自分のベルトを戻したいっていうのはやっぱりありますけどね。まあ道の駅の選手とやることになって、ジュニアの場も広まってきたと思うんですよね。高瀬選手のパートナーである船木翔一選手とか、あと最近 FMW に参戦してきたファイティングドラゴンとか東武選手、彼もなかなかジュニアのいい動きをしますよね。あとグランナニア選手とか、あとバトラスの田中美濃選手とか、こういうのもインディージュニアの輪に入ってきてると思うんですけど、
ここまでの高さということは、まずベルトが出るのは、やっぱり僕自身には高を倒したいっていうのが、高を倒した上でベルトを巻きたいと。そうですね、やっぱり高を倒さないことには僕自身は何も始まらないんで、こういう動き見てどうですか。確かにすごいことを認めて、すごい本当に認めてますし、それは僕、高校高校の会場が初戦でやった時と同じミッションですよ。ということは、つけるリスクはあると思います。そうですね、でも僕はそれ以上のものを出して必ず高を倒します。この試合よりゲストコメンテーターなどが変わります。ゲーム、ファンク、マスターズオブレスリング、まあ、略して FMW に所属する小宮久勝選手です。よろしくお願いします。ですね、昨日ですね、この前の試合のお取り入れがありまして、FMW のですね、中川と南條が、まあ、コメンテーターでやっていたんですけども、まあ、この試合から小宮さんということなんですけども、口ばっかでしょ、練習もしないでるという、いきなり辛口ですね。まあ、ファンがまず一番聞きたいところが一つありましてですね、なぜ、まあ、このファンクマスターズオブレスリングっていうのは、まあ、アメリカのプロレスを復活させるためにできた団体なわけですよね。なぜその中で日本人選手に大谷さんが入ってくるのか。中には日本人もいてもいいでしょ、やることを、ね、目指すことを、ね、自分の手で一緒だから、やっぱ、なんちゅうか、FMW もね、ロボットっていうかね、日本マット界のマット界のゲストの、はい、まあ、大谷さんがね、なぜあれほど、まあ、愛していたリーサルウェポンを分解させてまで、まあ、この団体を、まあ、ファンクをマスターズオブレスリングを作ったかっていうのは、まあ、後々聞こうと思うんですけども、まあ、それにあたって、まあ、かつて、まあ、名パートナーと言われたリッキー・フジを、まあ、迎えに行ったわけですけど、まあ、施設によると、リッキーと別れる間際に、まあ、グラジエーターはもともとそのメンバーに入れようとしてるんですか。そうですね、はい、でかいやつね、はい、手のでかいやつをグラジエーター、はい、まあ、その中で、まあ、リッキー選手もそのこちらに来いということを訳させて英語で、まあ、それを言い終わった後、お前はいらないと、本当にいらないんですよ、ちっちゃいから、ちっちゃいし、いつもボールが止まられるし、どうなんですか、やはりいくらいい試合しても負けちゃいけない、負けてないですよ、負けたらもう何なんですよ、雑誌に乗らないし、まあ、いくら彼の格好アメリカにあったとしても、うん、アメリカにもケチ出しゃいいってことですよ、まあ、彼汚いケチ出したいってその辺がやっぱ方向性がちょっと違いますねっていうのは、あいつは見せるプロレスでしょ、あいつはケチ出して見せるプロレス、俺らはその実力でガン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 行くんだからね。なるほど、でその点はやっぱこのヘッドハンターで、デブちゃんはいいよ、まあまあ組前にね、なんかやってるとこうしたとやりたかったですもんね、僕たちやりたかった、レザーのコーダー、デブちゃん、こいつはもうスプラッシュこれから息詰まっても心臓がくらいですからね、やりたくないですもんね、レザーと逆にその実力はもう大いに認めてるっていうか、実力はありますね、根性もあるし、はい、この対戦相手の自動補作なんですけども、まあ、このシリーズ金村が欠場したっていうことなんですね、補作が J1 を退出して、まあ、このヘッドハンターを持っている世界を目指すのとするっていうのさんとリッキー選手が見ましたボルトを見ましたこの調整するリッキー選手でもリッキー選手でも結構いろいろあったんですね、これですね、やりたくないですか、もうこれはもう勝って当然のバンクロ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 バンク
次の試合が、この時点では、グラディエーターボーダーというのは IWA プレイトルトには入ってないわけですね。そうただあくまでもテリーファンクと共闘するっていうような形なんですけど、まあ、実際の話この時点では話はできてる。企業秘密ですね。企業秘密ですね。皆さん、皆さん、皆さん。じゃあ、まず、梅さんからのところです。グラジエーターをしてくださいね。グラジエーター、トリフィッシュ、パワー、で、いいし、あと、いいし、絶対、結婚してくれますね。三拍子も、四拍子も揃っていい。熟練されていい。また刺激されて、ボーダーが。随分成長してきてますね。体も大きくなったしね。だんだん俺も頭をソフトになってきたしね。一緒にね、特訓でやりたいですね。どうもそのデジタルウェポンの時点からもうボーダーとかグラジエーターからもう別格の、ね、そうだね。そうそうそう。まあそれに今回このテニーファンクっていうのは新しく入ったわけですけども、まあもちろんテニーファンクっていうのはね、皆さん子供の頃からそうですよ。はい、もう最強タッグの方がね、あれで興奮してね、はい、俺もレスラーになろうかなとかってね、思いましたからね。そういうその、僕は的にアンテナのきちんだと思うところで、お父さんの全員プロレスを見てましたよ。はい、アントニオ猪木の勝負、テリーファンの勝負、どっちが見てますね。はい、もし一歩間違ったら、全員プロレスに行くかもしれないっていう。でその辺はノーコメントということでですね、実際にこれテリーと初対決というのは、大阪ですね。大阪、はい、その時はなんかかなり怒ってたっていうのが怒ってたけど緊張しましたね。やり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 あったそれね。接触っていうのはその時点からあったのか、テリーの考えからちょっとあったそうです。昔のようにね、ベリーベースとかでヒールとかね、そういうのが驚いてね、なんかちょっと迷いましたけどね。なんか何かあったんかなと思ってね、ええ、テリーファンクに。ただそれによってなんかグラジエーターとかボーダーがなんか今までただパワー一辺倒とかそういう感じだったのをなんかまたさらにプロレス的に勉強しているというか、新しいものを学んでいるというか、あんたすごいないでしょ、適当に言ってるって。難しいこと言わないで、プロレスは楽しく、楽しく楽しく見ようというふうに思います。じゃあ、逆にこの対戦相手の黒田、田中、中川ですか。僕は、よく会場でちょくちょく練習見るの、見てね、よくやってるんだけど、体はちっちゃいですよね、身長もないし。僕が、ガキータやね、ガキちゃんがやっても勝てないですよ。それもちろん、大谷さんも。それも、それも、それも、あいつら、今度は、練習はやってるけど、全然、俺の中の体が違うし、テクニックも違うし、これさ、トレーニングも違うし、ってやってるっていうのがある意味で心がましいと思います。ウィングしかない、ウィングもそう、本当練習してんのかな、金村とかこうやってとして体して、うん、あ、なんて言うんですよね、ただ大谷選手自身ももともとはウィングっていう団体っていうか、まあ、FNW ないでも勝手に入れられたんだよ、あのミスターポーモに。俺ウィングなんか行った覚えもないし、見たこともないみたいな、なんであそこに行かなきゃいけないんだよ、あの時思ったけどね、結局。ただあの時は目指すものも一緒だったから、しょうがなかったけど、結局俺やっぱウィングね、違うから、はい、ね、結局嫌だ。考えてるんですよね、で、その古い感覚っていうのはね、ないし、うまいし、見ててね、はい、力とかそのスタジオの時に衰えましたけどね、やってたことないですよね。インサイドはタッグ組んだりして、まだまだ学びますね。学びますよ。これだけなんで分かるのか。
東北っていう曲がね、あれ聞くとやっぱ、うぅーって言ったら鳥肌立つんですよ。そうなの、いまだに。ああいう曲聴いてるのが嬉しいですよね。お母さんの手の中に発売してます。その人が作ってそこらへん。お友達が作ったんですか。そうなんですよ。問題発言するのに、そっか。もうほぼこの試合も防戦一方で決められていると思います。勝つ人も一瞬の勝負しかない。そう、今は生まれないところに、はい、え、全部余裕がありますよね。thank you.
どっから見てもこれはもう使うもん。中1年で勝ってますよ、俺ってね。俺たちもね。実際は、結構血統書好きなんですよね。見てんだからさ、やっぱ少しでもやっぱリングが上がらなきゃダメでしょ。そういうわけでこれ時間を稼げる来たファンに大谷さんなりのとして、まあ、早尾さんを蒸してあげようと蒸したね。何だろう、俺も来たし俺も来るけど、はい、悔しいね。やっぱこの世界は実業の世界だという。そうこれはじらしてるんですか。じらしてるでしょ。だからお客さん見せてんの。あ、早尾さんどうどっちで、はい、うん、こういう男なんですよっていうこと。そういうでもまだ今までこういったことをしてなかった大谷さんですが、逆に見てる方としては新鮮に映ったというか、うん、うん、ったらいいんでしょうね。こういうと自分で恥ずかしいでも全然余裕ですか。余裕、うん、まあ、余裕もないは私はこういうことできないですけどね。あ、最後ですよ。なるほど。レスリング的センスっていうか、技は綺麗、前にも言ったけど技は綺麗だけど迫力ないですよね。あの前のその何ちゅうの、あの体調がいい時でも、はい、その体ね、体調がいい時でも、はい、やっぱ技は綺麗でその破壊力がないから、はい、この一発目ですね。やっぱ格好を気にしすぎる。格好を気にしすぎるんですよ。本来プロレスが持つその破壊力とかいうのをまだ身につけてない。逆に、うん、こういうことが痛いわけですね。そうそうそう、一発で、はい、うん、一発でも、うん、これでいいかなと思ったら、はい、こいつ体やらないからね、はい、でも肩とかね、やばいですね、はい、まだまだこれ決めようと思うのゆっ
強いところもあったけど、やっぱり柔らかいからね、見えなくてもいいし。まあ、とりあえずどんなもんかだったら、復帰後初の新人です。新人です。前はやられましたからね。あ、分かって当たり前だからね、はい、この野郎は。人気の面ではまあ認めるけど、ね、人気の面では認めるけど、はい、認めたくないけど、はい、うん、見ればそうなんだ。まあ、目に来た犯人はきっちりと、そう、もういたぶって、いたぶって少しでも早くさを見てもらおうと。あ、うん、かわいそうにしているところです。そうそうそう、こういう立体的技ってのはやっぱでも徐々にうまくきてはいるんですね。今までもちゃんとね、分かってて、はい、ゲーム取りましたけどね、はい、最初の頃はそれがどういうことか分かんないし、分かんないし、明るくもどんなことね、はい、分かんないし、やっぱりやっていくうちに負ける相手ではないな、そうそう、まあ負けたら私プロセスやめるから、実際なんか真剣にこの試合でもし負けるようなことだったら、いや、そ、いや 1% もなかったけどね、ええ、負けるじゃん、はい、けどその 1% の中で負けたらこれ恥だなと思って、うちの子供いじめられるなと思ってお前の父ちゃん早場さんに負けた、情けねえ父ちゃんだっつって、勝っても怒られそうですね勝っても、なんだないじめんだ、お前の父ちゃん意地悪だろうって言われたらね、たまらないよ、俺と子供がね、いじめだったからね、プロセスやめなきゃだから大変なんですよ、けどまだ小学校の先生だからね、はい、まだプロセスでも分かんないですよ、でもこういうビジュアル的なあれを見ると結構なんか、子供のね、うん、スターみたいな感じで、そうそう、ね、私本当にショックですよ、未来でウルトラマンとね、怪獣かな、じゃあ息子さんの方も早尾さん応援したんじゃないですか、いや、俺はやっぱり家族と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 分かったら本当に強いちゃんの子供みたいにいじめられますよそういうのかな、そうだった知らねえだからお前そんなようなこと聞いたことあるね、鶴見さん、鶴見五郎さんですね、うん、子供がいじめられたらしいですよ、あ、そうだね、あの前なんかヒゲ生えてたピンと伸びてますね、そうそうそう、まあそうこうして次の試合をゆっくりと見る、うん、なかなか普通に取れないですね、うちの子でも動揺されてますね、動揺というかコンスケが江崎一郎と言ったら一試合くらいでってね、そういうのが、はい、まあ、そのどうでもいいと思ってね、また切り替えましたけどね、はい、復帰前とかで、ね、逆にその早草のスピード的なものって思うんですよね、昔はこの FMW、まあ、お兄さんが辞めてですね、うん、まあ、厳しい厳しいと言われた中で、うん、なんか他の団体がどうか言ったりとか、道のプロレスの西の子が新日本上がって残ったとか言ったりして根性がないね、あ、まずは自分のリングを作り出すと、あちこち行って考えてもらおうと思ってブサちゃんですよ、あ、それがああいう、まあ、試合を、うん、全部聞いてもらえればわかるんですけど、行動を生んできたわけですね、うん、アマちゃんですよ、アマちゃん、幼稚園と早草ブサちゃん、結構、まあ、早草帰ってきてからかなり、まあ、批判の声もね、まあ、ウィングの方も出てきたんですけどね、うん、こういった攻撃だとやっぱし、いや疲れてて、はい、遊んでるんですよ俺は、ああ、うん、相手が全然攻めてるここにいるから、あ、ちょっと攻めるからしててちょっと攻めるかなというような感じの、疲れたなと思ってね、はい、こっちもやるってねえじゃん、うん、早草とかね、でも完璧に試合は大谷さんペースで進んでるので一中にハマったなと、一中にハマったっすかね、この辺のものは休んでしょ、休んでる、もちろん本来であれば真剣に戦いたい、本当はだったらもう試合終わってますよ、うん、ほら、うん、そう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 、川井さん自身はこれは別に第一試合でも、メインの方がいいですよね、メ
目に迫ったのに。リオ、合わないよ、俺。メインだからやったの。メインだから。大試合やったらやっぱ1分ぐらいで飲むと思います。まあ、これもね、俳優さんこれを聞いてね、見やすいと思えば。本当に自分の切り返しですよね。わざしって感じですね。ありがとうございます。レスリングマスター。マスターですか。マスター、はい。でもやってる中でもっと来てくれっていうのはありましたか。はい。もう初めから諦めずに勝ってるんですけど。何回も何回も言うけど、このサービスね。最近でも。なんか芸風が変わってきた。私は語らず、なんていうのかな、お仕事してたんですけど、マスターですね。そして、もちもち自分の、貫きとは、なんていうのですかね。ですが、プロレス選手だったら、ずっと市長との質問だったんで。やっぱりね、会社とも契約してても、やっぱり、こっちの方がね、はい。やっぱ今見てるって、まあ、技綺麗だけど、はい、やっぱり破壊力はないね、うん、まあこの辺はとりあえず受けてみようかなという感じですか、うん、先行とか見ても力強さが感じられないですよね、これがもちろんグラディエーターとかあったら今の技だけでもそうかなり自分の、ね、はい、指入っちゃうかなと思ってね、詰まったので、ちょっと、ちょっとね。フェリーの長旅ですか。そうですね。なんで一等席を用意してないんだよ。それで腰が。一般のファンの方と混じって。そう。一緒に寝てたよ。フェリーで。一等席を用意しろ。ファンクマスターゾーンレッスンとお願いです。一等席、俺たちが使えば、バスが来て、新幹線、新幹線、グリーン車、そんな贅沢しちゃって、大丈夫ですか、一人で、デビューダブルだな、チケットが、チケットが、もうしないとテレビも来ないよ、しっかり見てますね、このまま、もう、こんなもんかなと、こんなもんですよ。おばさんみたいにうまくやろうと思ったけど、ちょっと失礼しました。おばさんの話だったんですけど、やっぱ、何だかたみたいな。関係です。新日本プロレス、来てたらどうですか。新日本、新日本のことは、なんとも言ってませんか。もうこれでは自分のそれ、オリジナルの本音を見てる。これも一見パイルドライバーと別格けといて、これはまたオーバースペシャルと言うんですよね、そのつく、はい、それなんで取るのよ、これを、あの反則でこれですね、はい、チョークに首ですね、チョークじゃないよ、かかと何、つま先何、いや入ってないよ、レオリーが悪い、ところどころでこれは入ってるんですよ、入ってないうちに、入ってるんですよ、入ってないのよ、無意識のうちに入ってるんですよ、入ってないのよ、川津掛け今綺麗に決まりましたね、じゃあ今度やろうか、いやいや、はい、入ってないとこ証明します、あの興奮するとですね、ちょっとあるんですよ、今からチェックアップしないといけないですね、負担してますか、ちゃんとしてますよ、落として、うん、前これで落ちましたね、自分、ああ入ってるやん、いやいや、これは返してますよ、うん、入ってるやんか、いや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 、レフリ
いや、とんでもないです、とんでもないです。二段攻撃になるから、引き落とします。先生と言って。いや、先生の目指してますよ、そこ。こういうだけなんですよ。私と踊りました。これはね、何だけあったらいいな。あのお客さんのためにお客さんのためにで、踊られたら相手死んでますよ。踊られたら相手死んでますよ。特に飛び技だけでごまかしてるね。ね、前にも戻ったから、トカラボも超えてるのに、これね、はい、全然やらないし、完全にこのレスリングっていうのを忘れてるの。最初にやチームでやった時は、トカラボの選手が、そのもらって、ね、はい、見せてもらったんですけど、その辺を今は忘れてるっていうか、忘れてる。ね、はい、クランの方なんて何なんですよ、この技に。はい、これを見てると、ちょっとこの技に、うん、これが一応その価値があって、大技が生きるか、そうそうそう、その辺を忘れているっていうふうに。逆に、大谷さんの殺し合いってほとんど大技らしい大技を使ってないわけですからね。うん、その辺も受けるっていうのに、ね、うん、精神的相手はこう動揺しますからね、うん、こういう時にどういう感じだろう。うん、そうそう、面白いね。こんなにしたら一番長いからね、こういう感じで。何やってるんだろう。もう付き合ってられないっていうのは今の話の上からいくとそういう感じですかね。感情攻撃でもしようよ。ほとんど何もなかった。市役所だったのかな。あいつと関係ないですよ。よくやられましたよ。うまく見えてられます、市役所。ベースを切り捨てられた。一飛びは受けたんですよ。それを体験が今できてるそうなんですよ。これは満足方もやります。実はこの問題は。違う宇宙ちょっと少なかったですね。もう、もう、私です。本当にスタートWhat?
娘は試合中だぞ。娘はこれでご参考としようご参考はいつも試合終わってから少しの主張してくれ。僕はですね、うちの僕はシーフェルミがですね、アルファックスをちょっと流して圧倒驚きの人物が現れるのを聞いてるんですけども、これいや、この話は聞いてないのどうしよう、知ってても言えないなって感じで、どうしよう、まあ、接触はなかったんですけどね、実際飲んでやるように実は知ってるのそういうことにしてみましょう。もしね、いや、今後まあ早くじゃあ、この対戦に申しますね、紹介者みたいな写真のこれさんの泳ぎじゃない、ああどうなんですか、ああで2つ私はもう必要ですよ。ダメだ、まあでもこれはこういうふうに勝ってくれるから勝ってくれるから私は勝ってくれるから、それはこのビデオが発売されるからまあ結果は俺がこうしてやりたいね、あー今日も言いますか、ちょっと待ってください、しゃべれ生活のためになります、なんで以前自分の中に参加されてるから来るのかな、血流からの人が俺と安藤家は朝から来るので、こいつ誰だろう、あの、トイさんが来ましたね、あの、俺の男性と、あ、そうそうそう、組んでやってるんですけど、だからあいつ、ね、あの人生、はい、やってるからね、あトヨタの引退後、一人で FMW 女子をエースとして引っ張ってきた工藤めぐみ、前回の汐留大会ではマッドドッグミリタリーズを相手に1対3のハンディキャップマッチで挑んでいった。土屋前止まりと大型パワーファイターが揃うマッドドッグミリタリーズに対し、
以前にも増して戦力低下が否めない女子正規軍を率いて悪戦苦闘を続ける工藤。そんな中でこれまでマッドドッグミリタリーズの一員として散々正規軍に牙を向けてきたバッドナース中村が信じられない行動を起こした。こうしてこの汐留で正規軍のエースとして苦闘を続けてきた工藤に新しい仲間が加わった。スーパーダイナミズム96の開幕戦となったこの日、バッドナース中村改め正規軍の一員リエとしてリング上で仁王立ちする中村の姿があった。対するはそれまでのリーダーであったシャーク土屋。しかし心から FMW 女子を守ることを誓ったリエは臆することなく世界一悪い女に立ち向かっていった。最後は土屋のパワーの前に涙を飲んだリエであったが、その頑張りはリエの FMW を守ろうとする決意を表すには十分であった。さらにこの日、工藤の口から FMW 女子の今後に関わる衝撃的な言葉が飛び出した。から私の場合は言われてきたんですけども、やっぱり自分が FMW 女子で残って戦う時期と、やっぱり離れて FMW 女子応援するその時期っていうのがちょうど来たんじゃないかなって思って、やっぱりあの汐留の試合もやっぱり私自身のためっていうよりも、試合後に語ったように今後の女子
に何か見てもらいたいなと思って戦った試合なんで、あのあたりからやっぱり今後の女子について考えた場合に今がそういう時期なんじゃないかなと思って引退を決意しました。不安は残りますね、やっぱりそれは。でもそういう時期を持って今まで私は引退をとどまって、で自分がやりたいと思って残ってやりたいと思ってやってきたんですけども、でもいつかはその状況から変わっていかなきゃいけない時があるんで、うん、でもそれは最初だけで時間が経てばまた安心して FMW 女子っていうものを見られるんじゃないかなと思います。やっぱり私は最後のその引退式を迎える日までプロレスが嫌いになって引退を発表したわけじゃないんで、やっぱりその最後までプロレスラーとしての情熱っていうのはもう最後の最後まで持ち続けてリングに上がりたいと私自身は思いますし、あとはやっぱり今後の女子っていう部分でやっぱり明るい状況になってくれるのを願いながら残り8ヶ月くらいを見ていきたいなと思います。引退を決意してからの工藤は若手たちに対する態度にも厳しさを増していった。特に自分のいない後 FMW 女子の顔となるリエ・中山に対してはまるでライオンが己の子供を先人の谷に突き落とすかのごとく厳しい教育を施していった。マッドドッグミリタリーズの猛攻に歯が立たず惨敗するリエたちを取り残し一人で去る工藤、その胸の内に複雑なものがよぎる。工藤が去ろうとしている中 FMW 女子には新たなる強者も加わった。このスーパーダイナミズム96でデビュー、新人離れしたセンスが魅力の池田陽。突如としてマッドドッグミリタリーズに加わり悪の限りを尽くすミスモンゴル。そして事実上の正規軍ナンバー3中山薫。特にこの中山に対しては FMW ファンの期待は大きい。果たして中山は工藤のそして FMW ファンの夢を背に受けて大輪の花を咲かすことができるのであろうか。次は女子の試合をですね、東川さんに解説してもらいたいと思うんですけども、皆さん女子の試合というのはどういうことですか。たまにだな。じゃあまず簡単な事情説明を状況説明をするとなんで開幕のリングが腹立つんだろう。それはかなりのリングフェニックスと言いますですね、リングをサポートするようなことなんですけど、まさにどっかね、チームワークとありますよね。いや、ないよな。田中君もっとなんか打たれるよ。どうしたの。うん、そうだな、ちょっとや。それは置いておくとしまして、実はですね、工藤の方が来年の5月で引退すると発表したんですよ。そうなんだ。
それで、まあ、今まで中山の方がですね、うん、ずっと工藤に頼りっぱなしだったんですけどね、そうじゃいけないとね、自覚を持ち出してですね、最近やってるんですけども、なぜかですね、このミスモンゴル、まあ元は完売師ですから、ねうん、ですね、そういう状況の中でですね、うん、寝返ったというかですね、なぜかですね、土屋側につきますとですね、こういうまあ奇てれつな格好でですね、出てきたんですけども、頭おかしくなってて、何があったかは明かされてないんですよね。ただいいんじゃないかな、ね、面白くていつもなんですか、ジンギスカンでしょ。そうそうそう、ジンギスカン投げていくよ。なんか腹減ってきたんだね。それどっかで聞いたことがあるですね。歴史は繰り返すんですか。中山良くなったよね。はい、まあ、自覚が何か生まれてきたらしいんですよね。どうしても今までの工藤さんの名前というものっていうのはですね、すごくあってですね、前でやるだろうな、まあ、その辺のあれが工藤さんの方にもあったのかもしれないですね。誰ですか、何ですか、2対2、これ2対2のタッグマッチです。はい、中山で工藤が出まして、うん、独白の女王ですかね。なんだよね、日本で。レシピ悪いもんね。あ、悪いっすか、悪いっすか。なんか、新人にミスターフォーマン見てきたっていうか。自分らしい女の子こんなにしててやりたくない。試合ですか。シャープです。試合ですよね。試合ですよね。どうでもいいな。でも結構なんかでかいっすよね。でかいね。うん、この腕の太い、結構そこら辺に上がってるインディーの選手。うん、太い腕してますね。まあ人間ですけどね。まあ、それになんか、モンゴルのですね、徐々になんか、モンゴル太ってきたね。で、がっちりしてきたっていうか、師匠にいいんでしょうね。レフリーのことですね。レフリー言ってけんな。まあ、それもまた置いていきましょう。たまにあの皆さん、マゾルから覗いて、女子の試合とか。たまにいるんですね。マインドバレとかね、はい、とかに出てきたかなとか、はい、そういうところを見てるように見せるんだけどね、はい、あそこも悪いよ、あそこも悪いね、はい、これ見てください、コブラクラッチです。コブラクラッチ、なぜこんな技使えるのいないですよね。おばさんになるぞ。2人目ですかね。そうです、2人やろうぞ。おばさんになるぞ。でもどこでこういうの学んだんでしょうね。馬場さんの時はあれですよ、あのジャイアントバックブリーカーね、はい、うん、今のはなんていうのまさかなんですかね。何ですか、モンゴルバックモンゴルバックブリーカー、なんていうのモンゴルスプレスモンゴルスプレスモンゴルスプレス、はい、モンゴルフォールモンゴルフォール、なるほど、モンゴル神神つかみ、神つかみとかモンゴルタッチです。すごい技というか、なんていうか、これが全部モンゴルの、これがモンゴルにつきましょう。見てる側も、そうそう、はい、うん、だからね、モンゴルに見られるし、あー、うん、まあ、見事中山もちっちゃいですからね。けど、この根性あるわ、はい、大事だな。付属の好きなあいつより某女ごそがまなんですか。あいつよりは根性ありますよ。女子の場合も男子ももちろんそうなんですかね、リング作りとか男子と一緒に、あんまりこいつは怪我するとお前言ったんだよな、ね、はい、やめろっつったら、はい、絶対嫌だって。あ、仲良いですか、ね、やめろっつって、はい、え、みたいなのだし絶対嫌だって。あんたがあるわ、はい、それで引き換え不足は。なんとかしてよ。あれ、もうじゃなくて、コナンを控えてるんですよ。これはなんて言うんですかね。これは控えてるんですよ。よく勉強になりましたね。一発
一発なんか体重があると思いますよですね。立ちた。これモンゴルのリングです。そうそう。もうない。残りだけ。本林にとっては良くなってきたね。名前変えたからですね。やっぱりモンゴルですよ。あ、モンゴルチョップ。モンゴルチョップ。モンゴル帰るの？ちょくちょく帰るって噂が聞こえるんですけど。どうなんですか？たまにビッグマッチの時だとヒゲが生えるらしいんですよ。女の子に髭入るの。女の子に髭入るんですよ。その時に男性とも打ってんのかな。でも私だったらメリットに通らなかったんだよね。普通に動かないですからね。男子と女子ってやっぱ感覚動き的なのが違うんですね。女子は無断とかないでしょ。関節動かなかったね。いいですね、トリゲットね。はい、前なんかビデオで見たんだけど、はい、全日本女子とかどういったことかな、はい、関節技とかないよね。あ、なるほど。飛んだり跳んだりとか、ロープライトが良かったりとか、先ほどもっと取り入れるよね。あ、はい、もっと良くなるだろうなと思うけどね。そういった選手もまた個性が出てくると思いますよね。これもモンゴルタックですね。モンゴルフォワード、モンゴルキソです。モンゴルキソ、モンゴルキソ、これがもう彼のようなモンゴルダンチョップですね。あ、でもこれが調子上げて倒されました。アホですよ。まだまだこの辺は発展途上のモンゴルダンですね。モンゴルダンはプロセットに出るのかな。デビューちょうど1年ぐらいだよ。1年だよ、1年でモンゴルですよ。はい、すごい1年でモンゴルです。結構女子っていうのはそんな男子の人もいないらしいんですけど、うん、なんかモンゴルはいろいろとやっぱ男子のプロレスが好きらしくてですね、うん、男子流って言ったら言い方変ですけどね、そういうのを入れて、まあ、なんかね、体ちっちゃいけど欲あるからね、はい、モンゴルで、その男子のプロレスなんかね、フィルハンカーしてるらしいですね。そうですか。よくわかりました。何年やってアメリカでどうだろうね。3年後にミスアマヒロになるって言われてるって言うんですね。ミスアマヒロ、はい、ミスモンゴルとはあれでしょ。モンゴルで映ってくるのないのか。いや、なんか違う本人はどうなんでしょうね。まあ、誰が作るどうやってミスモンゴルになったのか。ミスモンゴルとかミスアマヒロとか、そういう問題じゃないでしょ。こういう問題なんでしょうね。ハハハハ。たまに大きいですね。でもモンゴルギラチですね。高さがないね。こんな手をやってしまうのがちゃんとホールすると、そう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 。これはなんか得意技らしいんですよ。モンゴルスプラッシュって言いました。これは乱視はいかない、ショッパーでもちろん取らないと。はい、ドラクエドラクエドラクエ。でも結構緊急で、多分これもまたグラスエーターとかに見てアイストーリーかもしれないですね。でもグラスって胸から入りますよね。胸から結構自分の胸から見上げてですね。はい、モンゴル肩車ですよ、肩車。でも、モンゴル障害者。ちょっとまだ調子に乗って終わる必要がありますね。そう、若いからね。やっぱ、どんどん実践を積もるために。まあ、体力が本当にある分、将来は本人の努力によっては、モンゴル欲しいもんね。努力しないですよね。どうしてもいいですね。もっと身長もあればね。あ、うん、あ、るんだよ、はい、ハンターズみたくもうとことん太っちゃう。そうそうそう、はい、うん、女ハンターズ、ね、女ハンターズ、はい、うん、こっ
ちゃうな、女オリアンって言われてるんですけどね。ステロイド打ってる疑惑に流れてるチャークスまさに気遣いのかなコメント控えさせます。なんで、まあ、なんだ、いや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 、私も変えた。シャークスタイルなのかもしれないですね。シャークスタイル、そうですか。そうね。あの人ラクサーでもラクサーけど、クール奪いものがないと。ダメージドアに強いな。私も関心するんだけど、どうしたらよく男子のリングでやってますね。そうですね。他の女子もちょっとリングで売れたんだろうけど、うん、ちっちゃいらしいですね。ちっちゃいし、ええ、うん、けど男と同じリングで並んでるらしいのか、意見もしっかり、意見もしっかりしていて、そのね、ロフェムである時の女子はすごいですね。受け身は本当に徹底してやってるね。うん、そういう中で尊敬できるかな。あちっちゃいネタがなんかそういうリングで受け身取ってやってるわけですからね。ロープバックも大変だろうしね、ちっちゃいしね。あとは新規さんやればな、どん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 かわされましたね。詳しいね。ちょっとマニアックな感じで、多分見てる人はほとんど分かんないんじゃないかな。ねえ、ヒルワン時代です。昔の顔が好きですね。昔の顔が好きなんですね。長いの早いの、これはちょっと日本人プロレスでしたね。今いいの、アゴに入りましたね。もういいですね。ビールに時間にかかって止められちゃうんじゃないかな。やはりあんなじゃ、もうちょっと早いかな。あんなじゃん、もう何が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 起きるかな。これは投げっぱなしの時間です。やっぱグッチなんじゃないですか。それだけは取られます。入ってますね、入ってる。上さん無理です。ちょっと敗戦して。いやいや、とんでもないです。こういうの。あとは、こういうのですけど、もうちょっと、下の方が肉つけてね、アップしないと。ビル・ロビンソンを意識したんですよね。人間を封じた。人間を封じた。はい。抑え込みではどうですか。得意だよね、人間を封じた。きついからね。普通に飛ぶよりは2倍でも3倍でも。近くなんですよね。どうしても見せてくれる。自分が蹴ってやるような気持ちに変わってきたみたいですね。顔つきも全然変わったね。長いね。プロの顔ですか。Thank you.
さんですね、強さんがすごい大きな、すごいじゃないですか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 、すごいんだけど、相手はいないらしいじゃないかと、うん、私が相手になって、まあ、7秒上げてきたんだけどね、ただ、あんまこれを時は乗り気ないらしいし、ちょっと勝てて、お前に勝負、今じゃないんだよ、楽しいですか、うん、楽しいですよ、体力をね、
神経ですかね、グラジエーターの。この体で飛びましたからね、本当に。あ、大丈夫ね。どれくらい知ってた？これこそもう自爆覚悟の中ですよね。あんだけ体が痛したよね。なぜもね。この日も早さの気合は。上手だ。ええ。結構腰痛い。高野さんに負けたのでよっぽど食は可能ですね。いい面では活性化させてるのもファンクマスターで嬉しいですね。弱い相手も強い目的があれば成長していくと、うん、ちょっとやっぱ昔のテレビからこういうのは想像できないですよね、うん、ね、はい、ファンクスとかね、はい、ね、はい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 、プロレスファンというのは、まあ、マスコミないですけど、プロレス団体に対してらしいんですよね。もともとそのプロレスというスポーツが生まれたのは日本ではなくてアメリカから日本に来たわけですよね。そうそう、それなのに、まあ、まあ日本の国といえば相撲ですよね、うん、まあ、そのアメリカで生まれたプロレスというものが日本に送り込んできたにもかかわらず、何かその評価をアメリカ人の選手は受けていないという現状、まあ、だからオリンピックにしろ何にしろ、うん、日本の選手っていうのはさほどそのメダルを取れたりしないわけなんですけど、ただそのプロレスに対してだけは何か日本人の方が評価が高いと、まあ、話になってはいかないと思います。日本人の場合は時間は意地があるしね、はい、まあ、同じ国の時間に、はい、ライバル意識もあるし、はい、そういう人もそういうのやっぱりね、はい、メダルにしてるんだろうね、はい、それがやっぱテレビ関係にしてはイギリスなんですよね、はい、全てがそのアメリカのレスラーが全てが同じような目で見ないでほしいということらしいですね。そうですか、なんか失礼しますこの辺もね、うん、自ら落ちるように大人でやってますけど20年前、はい、考えですよね、2000年前にね、はい、NWA のチャンピオンズは、はい、NWA ってこういうふうに出ちょっと違いますね、僕がですね、生まれた頃のチャンピオンあすごい、俺その雑誌見てね、興奮してますよね、うん、テレビカーのチャンピオンですけど、うん、その時代のレスラーが今までこうやってメインイベントでしかも第一戦でねやってるって本当にすごいことですね。大阪でもやりましたけどね、あの時もあなたは悔しかったよね、はい、複雑な思いがありましたね、嬉しいんだけど、ね、はい、嬉しい、いや試合だけ嬉しいんだけど、はい、どう言ったことはい、複雑っていう、はい、気分になりましたね、はい、アッサンドームコールを要求してますが、はい、赤いですね、あと受けたくないよ、終わりますね、これ終わりぐらいだった、うん、でも簡単な人だよバカにしてますね、早く見ないね、うん、なんか大野さんが札幌で撮った行動と似てますよね、うん、うん、しいはい、すいませんちょっと嬉
嬉しいです実は嬉しかったですなんか大谷さんチックな技を見せてますよね、フェリーが嬉しいですね尊敬しました尊敬しました尊敬しましたそんな気をしましょうか一緒にでもしようかな、本当にこれ、ペリーがそういう団体を作られてきたからこそ乗った話だよね自分も最初に団体を出すし、団体を出すし見張ってきましたけどね見張って、その見張って、そういうの気持ちがあったけどね見張ってきましたけどね見張ってきましたけどねなんだけどね、はい、
もう一度これあっさりと。あ、この田中に合いましたね。これが田中の意地ですかね。そしてローリングで。これを返されるときに田中自身も苦しくなるんですよね。まあ、自分の声で一回倒れましたね。これ本当一瞬の魂が止まって上がるんですかね。もう心配になりました。起こしましたからね。今の時点で田中さんよりも田中は勝っているとこちらさんこれ一番の道はそうですね。本当に想像できないですね。かつてやられてたようなことを。そうそうそう。ピッチャー石井君にやられてきたことをみんな言ってますもんね。必ずしもやられたことは無駄ではないってことですね。そうですね。これは自分の経験に生かしてるわけですけど、ね、これはかなり危険な技ですね。これも戦闘不能なんですよ。あとは一気にとですね、田中を殴り込む。すごいね。前回勝負急ぎすぎてこけちゃって負けてますんで、今回はゆっくりと、レイナッツですね。Get up, you motherfucker! そうです。Two! Punch!
本人の FM ダブルに勝てますからね、ただその FM ダブルファンクの FM ダブルに勝てるからね、当然のことだと思う。何をそこまで用意したのか解説したんでしょうか。そう、邪魔なんだよ。レスリングのですね、目標というか目的をちょっと最後に聞かせてもらいたいんですけども、目的は世界中です、世界、世界です、日本だけにとどまらず、ちっちゃい日本の場所がない。それでは最後に皆さん一言お願いします。You something, I am so proud of that, that we changed the name of Onita, of his company. We finally demolished him ever since he left me high and dry after I went against him in Kawasaki. I was supposed to be an FMW wrestler, but no, he saw fit to treat me like a piece of trash. Too many wrestling promotions in Japan have treated not only me like trash, but American wrestlers as trash. That's why I am here. And these men are standing behind me because they are not trash. These are the best wrestlers in the world. We are going to stand on top of Japan and let you see what really great athletes from America are. We don't belong to companies.
We don't belong to WCW. We don't belong to WWF. We don't belong to New Japan, All Japan, Michinoku, FMW, or anyone else. We are individuals with a whole lot of heart. But what we want to do is we want to do something to bring us back to a level that American wrestlers were in the 70s, that American wrestlers were in the 80s. We were somebody. And every Japanese fan knew it. And we've had to take a back seat for so long. But now we're not. Because we have totally demolished Onita's company. His company doesn't mean a damn thing here in Japan anymore. As far as I am concerned, Hayabusa, Tanaka, and the rest of that crew can't wear these people's shoes. They're too big for these so-called athletes. And I say not so-called because of their strength. I say so-called because of their heart. When you have a sin with no guts and the heart of a chicken, you produce wrestlers that have no guts and hearts of chickens. Now you have got the Funk Masters of Wrestling that are all heart, all guts, and we're not taking a backseat to anyone. No, never, never, never. 新たなる脅威からの攻撃を受けて、またしてもどん底に落ちてしまった FMW。 アメリカンプロレスの威信、そしてテキサスブロンコの誇りをかけて、自らが率いるファンクマスターズ・オブ・レスリングを旗揚げしたテリー。最強のメンバーが揃うこの軍団を相手に、果たしてハヤブサ・田中の正規軍は FMW の称号を再びフロンティア・マーシャルアーツ・レスリングに戻すことができるのであろうか。